皆さん笑顔見たいですよね。
1曲目はですね、私たちのデビューシングル「自転車に乗って」という曲を歌ったんですけれども、これは PV 撮影とか、初めての PV 撮影だったりとか、すごいこの「自転車に乗って」っていう曲は、まあ結成当時からね、ファンはデビューシングルなので結成当時からやってたりとか、この歌をいっぱい練習してなとか、すごいその当時っていうか結成当時はすごく振り返れるような曲で、歌ってる時もなんか思い出さん、ちっちゃい時を思い出した。まあまあ今でもちっちゃいけれども、今よりもねちっちゃい時あったからね。昔もっと声高かったし。そうなんですよ。なんか自転車に乗ってのこの曲の思い出みたいなのはルイアなんかありますか？ルカやっぱ PV で、とにかくユツキのイメージしかない。ここのポニーテールのそうイメージしかない。前髪だってその時もなんか長くてシュッてなってヒュイってさ、こっちをあやってたやつか、あそう可愛かったあの時。考えてもあの時か。なんかこれは昔からやってた曲やんか。そうですね、5年前から、だからその何やったっけ、5周年ライブとか、初心に戻る時の、まあいつも初心に戻らんとあかんですけど、あかんですけど、あかんのですけど、その5周年ライブとか、なんかの節目の時にやることが多いですね。この曲をやるとなんかなんかなんかわかる、なんかなんて言えばいいんやろ、気持ちがなんて言うんやろ。じゃあいつもそういう気持ちは大事ですよ、初心に戻るっていうのは大事ですけど、この曲を歌うことによってすごい、あもっと思う、戻らなって、もう、あのね、初心に戻らなと思うし、なんか声とか聞いててもやっぱりなんかダンスもね、なんか大人になりましたねと今歌っててすごい思いましたね。ほんまに幼かったよな、みんな。え、リアちゃん小学校1年生やっけ。保育園じゃない、保育園じゃあ保育園か、この時は1年生だって今、じゃあその結成の PV のね、自転車に乗っての PV の時1年生やった子が今もだって次6年になろうとしてるんですよ。ねえ、すごい大きくなったリアちゃん。カミちゃんは小さい感が出るって。カミちゃんはそのままで大丈夫。かわいい。もうそのままで言っといて。ね、ということで、まあカミちゃんはもう入って1年になりますね。そうですね。今日ぐらいちゃう ?1 年な。え ?4 月5日1周年かな。けどまあ、1年経ってるんかな。立てる？そうや、1年の4月で最初はダンスもいっぱい覚えなあかんくて、じゃあでもほんまに初夏かんちゃんもダンス完璧やもん。ダンス完璧やねん。あとはさ、ミスターズでもね、ダンスすごいさ、センターでそうなったもんね。ねえ、すごい。練習会もめっちゃ覚えんの早いし、一番早いでな。そう、めっちゃ一番早い。メグがダントツ早いけど、メグはそう、もうま次をね、その自転車にとってはデビューシングルということで、はい、もうずっとやってきてますし、ね、なんかすごいこの5年間はたくさんいろんなことあったし、今日みたいにね、あのメンバーの誰かがあの自分の夢に向かって旅立ったりとか、そしてファンファンに入ってきてくれたりとか、すごいまあ変化はあったんですけれども、その誰かが旅立つ時もそれもやっぱ新しいスタートとしてね、なんかまた新しいファンを作ろうっていう気持ちで私たち頑張ってきました。そしてこの5年間ずっと活動をして、やっぱりこうやって急に辞めるとか、まあ明日つなが辞めるかもしらんやんもしやで、ね、急なことがあってもめっちゃもしやもしもしもしでもまあもうちょっとしたら辞めますとかなった時に、あもっと楽しんでたらよかったとか、もっと姿見たかったなとか、後悔した、ね、そうファンの方もね、もっと見とけばよかったなとか思わないように、やっぱり一日一日をその一瞬一瞬を大切に、これからも皆さんと一緒に楽しんでいけたらなというふうに思います。そして14回目の単独ライブももう今日もすごく楽しかったです。一瞬一瞬がすごく楽しかったです。皆さんと幸せな時間を過ごせてとても良かったです。